お待たせしました。企画展 For You and For Me 第3弾です。作品紹介第3弾、こちら野江作猫餅。なんかこうスミレ色の子たちで、こっちがシャム猫風で、目がキラキラして可愛いです。あのとても野江のお気に入りだったそうなんですけど、なぜかお家が決まってないんだよねって言ってました。でこちらはあのすごい細かく毛が描かれてて長毛風、2人ねセットでいたら可愛いですよね。1人39,600円、1人っていうか1匹かな、39,600円です。であとここにいるスベスベ、小さいスベスベ、まあ、小さいつっても結構大きいんですけど、私の手が大きいのであんま参考にならないかも。ずっしり重いです。1スベスベ33,000円です。人すべすべ。そして今回謎のこのごま玉っていうのが入ってきててですね、まあお守りだそうです。ちょっとあの前のモッヒーとかに顔が似てるんですけど、1100円です。いくつかあるのでこれだっていうのがあった場合どうぞお連れください。この辺にあの貴重な昔の作品などもうちには紛れております。じゃあ次に行きます。はい、こちらテイヤさんの温室にてという作品です。これね油絵なんですけど、小さめだからっていくらなんでもっていう、3300円です。ちょっと安すぎますよね。美味しそうななんかパフェ、なんだろう、プリンアラモードみたいの持ってますね。そしてちょっと床を通りつつ失礼します。どこだ、見せてないの、見せれていないのはここですね。こちらテイヤさんが間に合うかなっておっしゃってた油彩のテーブルゲーム、税込み38,500円です。色合いがこれは淡い色合いで、でも油彩でかなりこう重ねていろいろ描かれていますね。全体的な雰囲気がすごくいい作品です。でサイズはこのぐらい、大きすぎずあの小さくもなく、迫力もちゃんとあるサイズ、38,500円です。そしてこちら紹介してなかった VT ともまりさの楽団です。珍しくねあの色がついてない作品なんですよ。でもいろんな生き物、楽団なのですが、羊、猫、アリクイ、女の子で、楽団が税込み41,800円です。色がついてないの逆に珍しいかもしれないですね。さて、そしてここにあの写真だとサイズ差分かりづらいと思うんですけど、キーさんこと王ちゃんの作品、こちら25,300円で大きめの子です。でね、あの体が黒いのに目が赤いって結構あの珍しい感じなので、個性的な子が好きな子に方にいいんじゃないかな。またよいしょ、ここにあるドームに入ったバラ、ちょっと光っちゃって見づらいんですけど、今回のリリエさんの出展作品です。よいしょ、あのドームは外せますよ。プリズナー22,000円でいいのって何度も言ったんですが22,000円だそうです。はい、黒バラっぽいんだけど黒じゃなく、実際はこんな、本当に実際の色にはかなわないですけど、いろんな色が入っています。それが一つのオブジェ作品となって、普段はね布花アクセサリーなので、オブジェ作品も珍しいし、ちょっと気に入った方がいたらいいなと思ってます。さてあとは私は何か紹介し忘れていないですかね。はい、こちら松田珠恵さんのうさぎ箱入りドリーちゃん、うさぎ箱入りっていうのはこんな箱に入ってるんです。これも松田さんが作っていて、中のドリーちゃんはこう
んな感じで取り出せます。マスヤさんがこういうちっちゃくて可愛い子も得意なのですごいですね。この子が 13,200 円です。そしてこっち高平さんの新作 For You and For Me、 今回の企画展のタイトルですね。嬉しいです。こちらが 14,800 円で立てかけられる絵です。サイズ的にもいいな、いいなとかはい。そしてこちらあのこうしとくと本なんですけど、開けるとこうなってるというタンナさんの作品です、ね、なんかこれ意味ありげな子が入っていますが、こちらが税込み 11,000 円です。中がねこういうアーチ型の窓っぽくなってるってすごいですよね。そして、はい、この辺は全然やってませんでしたね。こちら VT ともまりさん、文化の日という絵です。背景はこれ見づらいと思うんですが金色です。塗られてます。で 42,900 円です。こちらもうね、すごいですね。菊に何だろう、この下の方のこれ、あとどっかに水玉が入ってるのがまたいいですね。ホットケーキ、そして左右違う靴を履いてる、そしてクロワッサンの頭のような女の子、そしてその上こちらキラリホさんの手紙という作品です。油彩とアルキド樹脂絵の具だったかな。これで 92,000 円です。あの額も高級な上に絵も今回なんかねちょっと光っちゃったあれなんですけど、なんとか見せたい。すごく滑らかで柔らかい絵でした。でも書き込みは相変わらず素晴らしいという。絶対この手紙ね、あの森の誰かに出してそうな気がするんですよね。人間じゃない、まあ、ただの私の想像です。はい、こちら定屋さんの昼下がりの庭、あの明るいポップな両絵なんだけど、あの鳥の顔が好きでして私がでこれがまた小さめだからということでなぜか3300円。油彩のこれ3300円困るな、ね、困りますよね。そして可愛いですよ、はい、気軽にこうなんか家に取り込めそうな。あとこの今回このゆるいベアちゃん、迷子のクマさんお家を探してというタイトル、高平美奈さん作で 11,000 円です。そしてこっちの額のない、ずっと雪の夜だったコーヒートリコさん作で F05 アクリル画、税込み 22,000 円です。でも最近これ額のない絵いいと思ってて、なぜかというと地震が多いので軽く飾れるんですよね。あとこちら彩香さん、中村彩香さん作、私の怪獣 For Me、 お嬉しい、タイトルがあのうちのために書いてくれたのがすごい。これも飾りやすいサイズになってます。 11,000 円です。よいしょ。そしてここの双子を忘れてはいけません。ひでりさん作のボイド女の子とボイド男の子、あのひでりさんこの2人を同時進行で作られたとのことで、しかも双子なのでとても双子でのっていう思い入れが強いとのことです。66センチと65センチなんですが、なんかねもっと大きく感じるぐらい迫力のある子たちですね。でどちらも308,000円税込みです。本当にできることならね、なんか双子でお迎えできる人がいてくれたらきっとひでりさんも嬉しいんだなと思うんですが、実際会場で見れない方にも見てほしいのでちょっとじっくり写しておきますね。女の子かわいいな。なんていうかこの肌色が本当に独特で、色が黒いんじゃないんですよ。こう青っぽい白い暗っぽいみたいな、なんていうか、まあ
秀樹さん独特の肌色ですね。あとこちらのポストカード、ポストカードがあります。1枚150円で何種類かあるので、こちらもチェックしてみてください。さて他に私が何か紹介し忘れてるものありますかね。ありました。見てください、ここツリーをこっちから見ると手前に階段が来たの分かります？アンティークの階段。これがちょっと飾る中で私にとってはちょっと聖なる階段で、白っぽい子たちがここにいます。一人一人紹介させていただきますね。まあ、この子はちょっと黄色みもあるんですけど、キーさんこと王ちゃんの作品で、ね、19,250円です。なんか柔らかいビスコースなのかな、雰囲気はとても柔らかい優しい子です。なのでここの一番上の段に来てもらいました。そしてこの子、ですね、林由香さんの祈りという作品です。エンパイアドレスが美しかったので、なんとかこう座るんじゃなくて飾りたいなと思ったら、この階段にこう寝転がせるようにしたらとても素敵だったので、こんな感じで展示させていただいてます。今までお預かりした中で一番大きい50センチ近い子ですね。税込み26万4000円になります。目がとても優しい、優しいけど力のある子ですね。この手のキープ力も強いので、本当はここにロザリーを持たせても可愛いです。今胸にしてるんですけど、この見つめてくる瞳がいいですね。はい、そしてこちら、新家さとこさんのケイトちゃん。この子は、さっき紹介した13万2000円の子じゃなくて6万6000円の子と同じサイズです。なので6万6000円です。なんか説明がおかしいですが、この子はやっぱりそばかすのある子で、でも髪は白く、新家さん独特の下唇を噛んだような表情です。足がプラーンとしててこう腰掛けるとすごく可愛かったです。あれ他の花どこ行った。こちらは今回ねピンクロゼッタさんの出展作の一つで、8800円ですね。白のブーケ、お花たちのおしゃべりっていうタイトルで3種類花束が入ってきてます。ちょっといろんなところに展示で使っちゃうので、ちょっと探してください皆さん。そしてこちら松田珠恵さんの新作、粘土の球体関節人形で、なんて読んだらいいのかな、インパラディスム、パラディスムサム、13万2000円税込みです。で一応男女を気にされると思って、私性別確認したんですけど、この子性別がないです。あえてだから多分こう天使的な存在なのかなと思って、服装とか雰囲気からして、で粘土の全部フル球体関節人形です。で松田さんのこういう球体関節見るの久しぶりなので嬉しいです。よし、これでほとんど私紹介しましたかね。まあ、今回本当にセッティングいろいろお手伝いして頑張ってもらって、こんなツリーもできて、アンティークの階段も来て、何企画展前にお金使ってんだよっていう感じですが、皆さんにねちょっとでも楽しんでいただけたらと本当に思っています。いろいろねコロナで出れない時期が多かったと思うので、今まで来れなかった人も見に来てくれたら嬉しいです。はい、こんな感じで、うちは企画展ですが、常設のものもこう混じっておいてあるので、初めていらっしゃる方は大抵ちょっとこんな子がいるのみたいに驚かれるんですが、皆さんが楽しんでいただけたら嬉しいです。
ではこれで、紹介終えさせていただきます。何か漏れがあったらツイートします。では明日から企画展 For You and For Me コルメ喫茶横浜市青葉区にてスタートです。どうぞよろしくお願いします。